のびちゃん、のびちゃん、のびちゃん、これ見てください。このホンダのマーク入りました。民間のとこです。それからここ、これはトラックが入りました。ホンダ、ホンダとなんか、あとこれですね。このシールも、ここにも、もうホンダ。これもあの後付けのシールです、ね。どれ、ね？あとは、あ、これアメリカのやつって貼ってあった？あった。これも。これ。これ、これ何？何て読むの？シュプリーム。シュプリームって。あと、こっちですね。あと、あれですね。そこのダッシュボードのとこ。どうも。あれ？あ、これですね。これ、プレイボーイかな？これ、ウサギ。のびちゃんいるな。あと、ドラえもんですね。ドラえもんにもホンダのマークが貼ってありますけど。こんな感じですね。のびちゃん！閉じ込められちゃうよ、ほら。今、そらくん何やってる、やろうかって言うとですね、じゃじゃーん、見てください、これ。これはですね、このボッシュ、ボッシュって読むのこれ。そうです。バッテリーですね。これはあの CRV 用のバッテリー。あるね。これそれからこのオイルはですね、これ何オイル？パワーステ。パワーステ用のオイルらしいですね。でこれがそのオイルを入れるボトルですね。ジョウロと後ろにジョウロ、あここにジョウロあります。これをアマゾンで買ったみたいですね。これ何？それはバッテリー外すと車のメモリーがぶっ飛んじゃうから、うん、この中に乾電池入れて簡易的に一時的につないだままメモリーをここに保存するみたいです、ね、保存じゃなくてなんかこれが簡易的なバッテリーになるから、ね、あバッテリーそのものに、そう、そういうことなんだ。さあそら君できるんでしょうか、本当に一人で今勉強中ですから、まだとりあえず3級レベルが残った。そうなの、これバッテリーこれだよね、ボッシュになってるの同じじゃん。そうなんだ。あと何？パワーステのオイルはどこ？これ持ってるから減ってるんだよね。どれ？あ、これがそうなの？ローレベルいってるでしょ。これなんか真っ黒とか。やばいじゃん。本当は減るんだよね。ということで、のびちゃん出てきてあそこにいますね。車検はですね。今週の火曜日に撮りました。だからまああと2年は乗れますね。もう1999年生年で22年経ってる車ですけども、22年経ってる車にはまだ見えないですね。走りも、まあそこそこだし。ただまあ、ガソリンスタンドで今回車検取りましたけど、リフトアップして下とか見たらですね、かなりエンジンオイルが漏れてたりとかしてて、メンテナンスをした方がいいと言われましたけども、エンジンを全部外してですね、やったりすると最低でも、それだけでも10万かかるとか言われて、ちょっと、無理かなと予算的に。そんな感じですね。今回の車検代は空くんが払ってくれましたけど、私の方でなんだ、任意保険と重量税は私が払うと、空くんが車検代を払うと。あともう一個でかいのはなんだっけ、タイミングベルト、それを交換しないといけないですね。もう10万キロいったんで交換する時期ということで、それをだから4月ぐらいにやろうかなとは思ってますけど、そういう話でした。のびちゃんハンモックの中に入ってます。のびちゃん、うん、どう、気持ちいい？ブラブラさせてあげようか。ハンモックゆら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 いろいろ入れてます。のびちゃん。
じゃあ、うん、お、ゴロゴロいってるね。気持ちいい、ね、ゆみちゃんハンモック好きだね。今ここで俺が寝ようと思ってハンモック出したんだけど、天気しちゃったかいし、ゆみちゃんに取られてしまいました。作業が終わったみたいです。これはなんか抜いたオイルのようですね。 1,2,3,4,5,6 本。バッテリーも新しく付け替えたみたいなんで、ちょっとエンジンをかけてみましょうか。おお、前はちょっと引っかかるような感じがしてましたけど、いいですね今は。この CR-V の走行距離がですね、10万キロを超えました。10万1000。どこ？何？どれだよデータって。カーナビのデータとかちゃんと残ってるでしょ。カーナビ？うん。メニューとか登録したとことか残ってるでしょ。おでかく。登録したでしょ。あるちゃんと電気。ああるね。バッテリー交換するでしょ。消えるか。そうなの。ちゃんとあのエーモンのやつを使った。だそうです。皆さん、バッテリーをですね、交換したときはですね、メモリーが飛ばないように気をつけた方がいいです。ということで、私は何もしてないですけども、そら君がバッテリーを交換してるとき、私は昼寝をしていたんで、肝心のシーンをですね、撮ることはできませんでした。ということで、今日の報告を終わります。